1948年、風間栄一は、新潟県出身のアマチュアレスリング選手、日本レスリング界の第一人者として知られる。1933年、新潟商業学校から、早稲田大学に進み、第1回全日本選手権で、ライト級を制覇した。1936年ベルリンオリンピックにも、出場して、フリースタイルライト級で五位入賞を果たす。 1938年には全日本学生選抜チームを率いてアメリカに遠征し12戦全勝の記録を残した。日本国内でも2階級にわたり全日本選手権で重度の優勝を達成し1950年までの間腐敗を維持するなど日本のアマチュアレスリング創成期を牽引した選手であった。一時期第二次世界大戦によって 選手活動中断に追い込まれるが、戦後の1948年に地元に戻り、選手活動の傍ら、新潟商業高校、新潟高校で後進の育成と指導に取り組んだ。1953年現役を引退。その後、新潟県アマチュアレスリング協会会長、新潟県体育協会副会長を務め、1964年の東京オリンピックで、 日本代表監督を務め、金メダル5個をもたらす。1987年から1989年まで、日本レスリング協会会長も務めた。2001年5月8日正居。去年85。風間の功績を称いて、新潟スポーツ展示室では彼に関する資料や、東京オリンピックの際に着用していたユニフォームなどを収蔵している。ありがとうございます。